はい、フォトジェニックチャンネルのマンです。今日はメインチャンネルで珍しく顔を出すんですけど、女性向けのチャンネルなんでおじさんが出てもしゃあないかなと思ってるんですけども、実は最近ちょっとテレビの宣伝で面白そうなのが宣伝見たんでね、買ってみたんですけど、スイッチでマリオの新しいのが出てたみたいなんでね、買ってみたんでやってみようかなと思うんですけど、メインチャンネルでゲームをよくやってくれてた女の子ね、3人ね、まゆさんとまなみさんとかんちゃんっていうのがいたんですけど、っていう人たちがいたんですけど、まなみさんは結婚して東京行っちゃったし、まゆさんなんか真鍮アクセサリー作家さんなんで、なんか忙しそうやし、今忙しくてバタバタしてはるし、最近ちょっと無理くり呼び出してね、お土産食べさせましたけどね。で、かんちゃんは女子大生やったんですけど、就職しちゃって、忙しそうで、まあ一回遊びに行きましょうかって何夏頃に言ってくれてたんですけど、体調崩しちゃってこれなくて、ゲームの得意な女の子は誰もいなくなったんでね、寂しい話で、しゃあないから僕一人でやってみようかなと。僕らおじさん世代ではね、ちょうどねスーパーマリオ3とかスーパーファミコンになって初めてのマリオとかね、こういう横型のねマリオはねよくやってたんで、まあ僕の方がうまいんちゃうかなと思ってますけどね、やってみようかなと思います。あのねゾーンになるんですよマリオが、面白そうでしょ。難しくてできへんかったらメインにやってもらおうかな動画にするかどうかは別として、もうメインにやってもらって遊んでもらおうかなと思いますね。とりあえず一回やってみたいと思います。せっかくやし開封も取りますか。このゲームのピリピリはみんなどうやって剥がすの。クッパめっちゃ手がなってますね。説明書はなしね。もうやりながら覚えるってことね。じゃあ実際やってみましょうか。はい。はい。じゃあ、一遍やってみましょうか。これね。LR。おい。初めからお願いします。もう誰も遊んでくれへんから、一人で。なんか調べたとこによると、トッテンは死なないらしいんですよでとりあえずマリオでやってわからんかったらトッテンで。 It's me! はいはいさ、おびっくりした。急にシャルランドに来られました。遊びに来たの？あ、あの上どうやって行くの？これか。今日はお客さんいっぱいだ。楽しんで行ってね。まあまあ子供っけやからね、こんなもんでしょう。ちっちゃ。えらいことあるけど。
和城と合体してしまう。まあ、いつも残ったよね。おいっぱい来た。頑張れ。土管ロック平家始まりの旅、難しさ1やからね。ボタンを長く押すと高く飛べる。はい、出発。ちょっと爆弾走らんとこ。どかい。あ、長く押す。なるほど。今踏んだん違った。踏めてない。この紫のは何？おお、なんこれなんこれ。きた。しゃ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 。これがしたかった。おお、真ん中だけ。どうしたね。マンゴリン。飲みやんだね。あ。何じゃろ、お金が増えてる。やりたい方だ。めちゃ増えてる。100なったら終わんなくする。あ、もう終わりか。終わりか。おいしい。おお。あんまりわからへん。お、どうしたどうした。ん？ねえ。さあ、お。お。ちょっと待って、待って、待って。これは上に行った方がいいんじゃない？
ほらで。あ、さよなら。やだこれ。ワンダーシード。魔法の種。バイバイ。あ、ゴール。今のところ意味わかんないですけど水かけたどうしよう、もう一面やってみますか。さあ、そうやな、ワンダーシードをためなあかんってこと、そういうことやな。はいはい、まだ1やし、いけるでしょ。ファイアマリオ二連射、やばい。あ、ジャンプしてるときに下押すとアタックしような、なんか。ワンダーシードではない。あ、上押したら上見る。これ絶対入れれる。ほら。あ、へえ。面白いかも。見へ見へ、あ、これに入って帰れる。あ、なるほど。おお、面白い。向こうに行けるの？知らん、行ったよ。喋る花も変だ。うん。わあ、いつどうやって倒せばいい？上には投げる。わは。やっほー。あか。まあいいか。害はなさそう。わ。危なくないか。あ、来た。おお、びっくりした。こいつって踏んで倒せるのかな。倒せない。これ取らなあかんちゃう。紫絶対こいつは無理やろ。ワンダーシールはとりあえず入れた。騒がしかったな。お、出てくる。あ、ちっちゃくなってしまった。いよいよ。やっほー。あ、でもゴールや。へぇー、やっほー。トゥルー。ちっちゃい。
記念撮影してもろて、やめ時が分からなくて、どうやってやめんやろ。ではないな。あった。セーブ。はいはい。じゃあまた、ちょっと続きをやってみようと思います。以上、フォトジェンクチャンネルのノーマンでした。ありがとうございました。